らの目の前にあるのはへんてこな不思議な箱、それはミュージックボックス、言葉よりも世界に伝わるもの。ポンと叩いてごらん、ほらいろんな音から出るよ、好きさミュージックボックス、思い通りに紡いでみよう。同じ色に染まることは決してないんだよ、ならば元からフルに楽しく遊んでみようよ。そうやって奏でていく毎日はいつか掛け合えのないものになって、紡がれてきたものは遠く高く響いて輝いているんだ。今はちょっとだって奏でられる音たちもいい。